フランシスコ・セルベイリは、ベネズエラのカラボボ州バレンシア出身の元プロ野球選手。ウトを右打ち、愛称はシスコ。イタリア出身の父とベネズエラ人の母の下に生まれる。少年時代のポジションは、遊撃手、二類、投手であり、保守としての経験は皆無だった。ニューヨーク・ヤンキースでの現役時代セルベイリの体格と肩の強さに注目したニューヨーク・ヤンキースは、 2003年に保守転向を条件として契約オファーを提示。セルベイリはこれを承諾し、保守としてプロ入りを果たした。それと同時にスイッチヒッターを辞め、右打ちに専念するようになった。2008年9月18日のシカゴホワイトソックス戦でメジャーデビュー。2009年はシーズン開幕前に父がイタリア出身であるため、 両親の出生地で代表入りが可能な第2回、ワールドベースボールクラシックのイタリア代表に選出された。しかし、セルベーリ本人は一度もイタリアに行ったことがなく、イタリア語もほとんど話せないため、次回はもちろんベネズエラ代表で出たいと複雑な心境を覗かせた。シーズンでは、ホルヘ・ポサダ、ホセ・モリーナに次ぐ3番手星として42試合に出場し、打率。 298という好成績を残した。プレーオフでも2試合に出場した。2010年は前年の倍以上となる93試合に出場。打率は加工し、本塁打も1本も放てなかったが、3本の3塁打を放った。2012年は開幕直前にクリス・スチュワートが加入したため、その煽りでマイナースタート。9月1日にようやく昇格した。 2013年はシーズン開幕前に第3回 WBC のイタリア代表の候補に選出されたが辞退している。シーズンでは正保守となった。4月26日のトロントブルージェイズ戦で打球を右手に受けて骨折した。開幕からコンビを組んでいた黒田博樹はキャンプからずっと一緒だったので分かり合えていた。残念ですとコメントしている。 8月5日にバイオジェネシススキャンダルによって禁止薬物購入が発覚し50試合の出場停止処分を受けた2014年1月17日にヤンキースと70万ドルの1年契約に合意した開幕ロースター入りしたが4月14日のボストンレッドソックス戦で右太もも裏を痛め翌15日に60日間の故障者リスト入りしたその後は A 級タンパヤンキース、A 級トレントンサンダー、トリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースで計10試合に出場。6月17日に故障者リストから外れ、メジャーへ復帰した。ピッツバーグパイレーツでの現役時代2014年11月12日にジャスティン・ウィルソンとのトレードでピッツバーグパイレーツへ移籍し、FA でチームを離れることが、 決定的だったラッセル・マーティンの穴埋めを期待された。2015年シーズンは、聖保守として活躍し、自身初めて規定打席に到達した。打撃では打率、295、7本塁打、43打点、出塁率、370などを記録し好調だったものの、守備では10ホイ51冒頭、投塁阻止率は、 リーグ平均を下回る22%を記録するなど平凡であった。2016年5月17日、3年3100万ドルで契約を延長した。6月10日のセントルイスカージナルス戦の第一打席でスイングした際に左手を痛めて途中交代した。試合後に有効骨の骨折が判明して故障者リストに登録され、翌日に手術を受けため、 長期離脱を余儀なくされた。この年は101試合に出場し、打率264.1本類が33打点を記録。また、抜群の選球眼を発揮して、出塁率377キャリアハイの6盗塁を決めるなど、前年とは違った活躍を見せた。守備は95試合でマスクをかぶり、7失策と相変わらずエラーが多く。 イソ阻止率も19%と低かったが、DRS では6を記録した。2017年は、シーズン開幕前の3月に開催された第4回、WBC のイタリア代表に選出され、2大会ぶり2度目の選出を果たした。2019年8月22日に自由契約となった。2019年8月24日に、アトランタブレーブスとメジャー契約を結んだ。 オフの10月31日に FA となった。2020年1月9日にマイアミマーリンズと1年200万ドルで契約合意した。チームはポストシーズンに出場したが、自身は故障者リスト入りしていたためロースターから外れた。その後、10月3日に現役引退を発表した。保守守備内野守備。ありがとうございます。